おおはよようございいまますすすろしくお願いしく願ルルです東京バイスは90年代の東京舞台に闇の世界を描いたドラマです。私はヤクザを調べている事件記者を演じています。渡辺謙さんは刑事を演じています。伊藤英明さんも刑事です。菊池凜子さんは私の上司の新聞記者です。 かっこいい若いヤクザの役は笠松翔さんですアメリカの俳優。日本の俳優がたくさん出演しています。アメリカの俳優も何人か出ています。レイチャル・ケラはホースティスの役、ホーストの役は山下智久さんです。マイクルマイン監督は 第一はあの監督を務めていますやっと春らしくなった八方園でお越しいただきましてありがとうございますちょうど去年の今頃もうちょっと五月ぐらいまでは撮ってたんですけれども非常にコロナ禍で厳しい状況の中でスタッフキャスト一同がマスヤコンを込めて作った東京バイスですぜひ えー、皆さんにお披露目いただければと思います。よろしくお願いします。菊地凛子です、えー。新聞記者ということで、あの名張新聞という、えー、新聞のあのの記者を演じました。もうなんかいろいろえっ、ー、とすごく長くこの作品に携わったんですけれども、まあ自分自身本当にあの皆さんについていくのが。 あの必死だったなという感じでえっとここにあの立てて大変光栄に思っています今日はよろしくお願いいたします皆さんこんにちは宮本を演じました伊藤健二です、えー、先ほどアンセルさんが流暢な日本語で役の説明をしていただいたので、えー、昨日初めてあの劇場の大きなスクリーンで見たんですけど作品はとても素晴らしく激、えー、動のその90年代 エネルギッシュな東京を中縦横無尽にジェイクが疾走するリズムがあってテンポがあってあのジェイクの感情にそのまま感情移入できるあの本当に素晴らしい作品になっています、えー、どうぞあの渡辺謙さんも刑事で僕も刑事なんですけどもこの2人の刑事がどうこの運命がどう移り変わっていくかその辺をご期待ください今日はありがとうございますヤクザの、えー 佐藤役の笠松翔と申します。いや、あの、本当に、えー、こんな、ね。大先輩方と。あのー、こういう場所で、あの、一緒に入れることが、本当に夢のようですし。あのー、作品に、こういうふうに携わさせてもらって。自分の人生とか、いろんな価値観が。あのー、大きく、変わったなと、思います。そうですね。うん、本当に一話、プレミアムとっても、面白かったんで。 二話三話とこれからどんどん面白くなると聞いているのであの早く見たいですしたくさん宣伝お願いしますありがとうございます皆さんお,お忙しい中お集まりいただきありがとうございます、えー、自分はですねカリスマホストというかあのクソホスト役を演じさせていただいたんですけれどもあのこのオーディションを受けたのが三年前ぐらいなんですねで、まあ、実際にマイケルマンさんの前であの演技を した時は本当に僕も緊張していましたしまさか自分がこう役をこの役を頂けると思ってなかったので本当に自分としては夢が叶った作品でもあります、まあ、刑事とヤクザのお話ではあるんですけれども、まあ、あと新聞記者のお話であるんですけれども、まあ、その一つのスパイスになれるような役になるために役をできるようにあの自分なりにも一生懸命 エネルギーを注入させていただいたのでぜひ、えー、この作品本当に見ててですねもう一瞬で時間が過ぎていくような、えー、作品になっていると思いますのでぜひあの皆さんにも、えー、楽しんでいただけたらなと思います、えー、宣伝のほどよろしくお願いいたしますありがとうございますそれでは私よりいくつか質問させていただきますまずはアンセルさんにお伺いいたします今回 日本人キャストとの共演となりましたがいかがでしたでしょうかとってもよかったです渡辺謙さんはレジェンですよねだから一緒に仕事ができてとっても光栄です私が初めて健さんの映画見た健さんの映画はインセプションですそれからその時健さんの表情と声の素晴らしさに感動しました 伊黄島からの手紙は感動的でしたこの作品の話をしろよ <laughs> 明日の記憶も <laughs> <laughs> ケンさんの演技はいつもどの作品もケンさんの演技はいつも素晴らしいと思いますだから一緒に仕事ができてとっても,とっても光栄です伊藤英明さんと とっても馬が合いました実は新年にはふるさとに招いていただきました秀明さんとは文字通り裸の付き合いをしました毎日温泉に入ってご家族と食事してお母さんの手料理をごちそうになりました岐阜城の山にも登りました新年には初詣にみんなで行きました たくさんいい思い出ができました。だから日崎さんにとっても感謝しています。勝間昭さんは <laughs> ある？<laughs> はいもちろんです <laughs>。東京バイスで昭さんの演技は大好きです。勝間昭さんはクールで不思議ま不思議な魅力のある俳優です。 クールでも時々感情を激しく表現します一度翔さんの演技を見たらきっとファンになると思いますよありがとうございます <laughs> 菊池瑠子さんは感情をリアルに自由に表現します時々そんなな自然な で出る演技がハッとさせるんですそんなリンクさんの姿が深く印象に残っていますケンさんのいいん <laughs> ケンさんの演技が自滅で完璧ですが僕はリンクさんの方が好きですすみ <laughs> <laughs> ませんケンさん 今回、山下智久さんとシーンがありませんでしたがとても作品に、と智久の演技はとってもかっこよくてもちろんみんなよくわかるイケメンですね、だからホストのキャストは完璧だったと思います。 うん、はい、以上です。あり,すありがとうございます。大きな拍手をお送りください。<laughs> 共演者の皆さん一人一人ご紹介していただきましてありがとうございます。そして日本人キャストの皆さんにも共通の質問です。今回は前編、日本ロケのハリウッド作品でございました。いかがでしたでしょうか。まずは渡辺健さんからお願いします。あの1990年代を描くということで、あの。 とても近いようで結構古いあの例えば街の景色にしても、えー、コスチューム、まあ、あの衣装にしても小道具一つにしても、えー、非常にこう近いようで遠い昔のものなので、まあ、最初にマイケル・マンが監督をしてくれたんですけども非常に彼の,そのリアリスティックな表現にその全,員全スタッフがやっぱついていくのはとても大変でした。だけど え全員がこんなに大変な仕事はえ初めてだったでもこんなに楽しくてえ面白くて豊かな現場を体験できて本当に嬉しかったというふうにまあマイケル・マーンのことを話してましたもちろんキャストもその通りで、あのー、非常にえまあ,ある意味日本がまだカオスなあ時代がこう大きく揺れ動く時代で、あのー、脚本の JT ロジャースが あのそれぞれぞのキャストに素晴らしいいバックグラウンドを書いてくれたんですね。あの一変一通りの新聞記者役刑事役っていうだけではなくてそれぞれに闇があったり、えーまあ、家庭があったりいろんなその含みを持たせた脚本を書いてくれたのでそういう意味では本当にやりがいのある作品でしたし一本の逆に映画では描ききれないストーリーがその8本の中にあるんですね。まあ も,もしかすると8本でも描ききれてないストーリーがあるんですねだからそれをやっぱりこれだけの大きなプロジェクトの中で、まあ、参加できたっていうのは本当に楽しみでもありますしこの先も僕自身もすごく楽しみにしています。ありががとうううございいますす菊子さんいかかかででしょうかそうですね私も本当にあの、まあ、自分の見慣れた場所から まあ現場に向かうわけですけれどもあの本当にセットとか新聞記者の場所もすごくリアルで,であのビルの奥からもう本当にずっと奥から全部あの作り込まれている場所を、まあ、すごくこうマイケルマン監督にこう歩かされてで。 えーまあ、ちょっとセリフを言うっていうようなところでもやっぱり臨場感を持たすためにあの本当に広い新聞記者の中でこうエキストラの皆さんをあのこう皆さんこうやって動かしていくんですけれどもなんかその中で自分が歩いていって自分の、えっと、デスクに座るっていうまでの芝居でもなかなかの距離あって。 もうなんかやることがたくさんあって3か国語ぐらいしゃべらなきゃいけなくてとにかくなんかもう自分のことで精一杯で <laughs> もう本当にそういう意味ではなんかこうリアリティとか臨場感とかそういった意味でもあのすごく今回あの90年代の東京を描かれていると思いますしその環境下でもすごいあの日本語を一生懸命アンセルが頑張っていてでやっぱりそういう意味でも彼は。 本当に情熱を持って新聞記者を演じていましたしあの私自身もなんかこうやっぱ緊張していろいろいたんですけどもマイケルマン監督になんかしっかりして女優だろって言われて <laughs> なんかそかそっかううだよなもう頑張んなきゃなみたいな、まあ、本当にある種覚悟を決めて現場に挑んだっていう感じで毎日がすごくすごく新鮮でした。 あの本当にいい経験をさせていただきましたし、まあ、これがもっともっとあの広く皆さんに見ていただける、えー、作品になっていくといいなと育っていくといいなというふうにえ心から思っています。ありがとうございます。伊藤秀明さんにもお伺いします。現場はいかがでしたでしょうか。現場はですね、まあ僕は先ほど日本で日本語で挨拶するにもかかわらずちょっと上ついて何を言ってるのか分かんなかったんですけど、本当にアンセルさんの流暢な 日本語で <laughs> あの挨拶を聞いて自分は本当に情けなく思ってるんですけどこうやってアンセルさんはいつもあの日本人の俳優に寄り添って現場を盛り上げて引っ張って,てくれるって頼もしい存在で,で僕自身はそのマイケルマン監督の大ファンでコラルテラルのメイキングに関しては何十回と見てでまさかオーディションの話をいただいてこの役をいただけるなんて本当にた嬉しかったんですけど。あの 1>, 1回目のオーディションはマイケルマンに会えるっていう興奮であの緊張せずにオーディションを受けられたんですけど2回目、脚本の,の JT も同席しているオーディションで緊張してしまってで3回目のマイケルマンとのオーディションでそれは2人きりだったんですけどあのビデオテープで送ってくれた時のエネルギッシュな秀明はどこ行ったんだとでもうすぐその役に手が届くと思うと。 余計に緊張してしまって自分のいいパフォーマンスができなかったんですけどどうしたらお前はその緊張せずにいいパフォーマンスができるんだって言われたときにマイケルマンは完璧にすべてを演じようとするとそれはうまくいかないから君がドアから入ってきたときこ,この部屋から去るとき一つでも輝くところがあればいいんだっていうことを言っていただいてまあそのオーディションを終えたんですけど最後に。 この役を本当にやりたいかどうした本当にいいパフォーマンスができるのかって言ったときにこの役を本当に決めていただけたら僕は最高のパフォーマンスを見せられるって言ったらマイケルマンが「水友オンセット」って言われてそのときにあのあ役をもらえたんだなと思ってでもそのときにマイケルマンに言われたことが今も本当に宝物になっていますありがとうございまますあありりががととううごござざしたいます。 続きまましして笠松翔さんお願いいたします、はい、えっと、まあ、僕はですね本当にも感情の起伏も激しいですしあの楽しいシーンだったり、えー、過酷なシーンだったりあのいろんなシーンをあのシーンに参加させてもらったんですけどあのまあとっても本当エキサイティングっていう感じで日本語がなんか当てはまらないぐらい本当にあのうんすごく。 うん、エキサイティングでしたねあの学ぶこともとても多かったですし自分が持っていたその、うん、コンプレックスだったり、うん、将来への不安とかそういうネガティブなこうマインドを全部そのマイケル・マンとかジョセフ監督のジョセフとか光さんとかアランさんとかっていう監督たちが全部取り除いてくれてで僕は本当にお芝居だけに集中することができたし。 あの英語の壁っていうのもあのもちろん今となっては今から英語の作品やってくださいって言ったら嫌だなと思いますけどでも、のその時は本当に全然うーん何にも本当にもうストレスを全部解消してくれたからうそうですねいろんなあのその時の悩みとかうんもうその時の悩みを全部取っ払ってくれてより大きな悩みをなんかこうくれたような。 あの現場でしたしそういう僕にとっては作品でしたし本当皆さんにも受け入れていただいてあの皆さんにも本当と一言ひ一言こ言重い言葉をたくさんかけてもらってこれからの自分の,この人生がより好転していくようにあのこの作品でこのマイケルとかいろんな人たちと出会えたことがあの皆さんにとってもこのとってもいいこうプレゼントになるような人になれるように頑張ろうというふうに思いました。はいいいあありりががととううごござざまますす 続いて山下智久さん、今回は全編日本ロケのハリウッド作品でしたが、参加していかがでしたでしょうかはいそうですね、あの本当にあの僕自身は、東京を、まあ、いつもこう中から見ていたんだなというふうに感じました。というのは、あのやっぱりこう、まあ、脚本の JT さんの視点だったりとか、j x さんの視点だったり、その外国から見た東京っていうものの、 はこうういにししんかある種こう東京僕自身も東京を日本っていうものをなんか中からも外からも学ばせていただけたような気がしました本当にこうカルチャーいろんなカルチャーが一つの現場に混合していたんですけどでもやっぱこういい作品を作るぞっていう情熱みたいなものはもう世界共通なんだなっていうふうにあの改めて感じることができましたし。 また本当に監督からのアドバイスだったりこう役を作っていく過程であ自分は完璧じゃなくてもいいんだなと格好悪くてもあのミスがあってもありのままの自分でいることっていうのをなんか認めていただけたような気がして本当に僕自身はあのそんなに現場に行く回数は多くなかったんですけどすごく心地よくてあの日々 一秒一秒を本当にかみしめながら現場にいることができたなというふうに思いました、本当にこの作品に参加できて、そしてあの、ケンさんとは僕、二十何年ぶりに共演させていただいて、あの秀樹さんとも本当に10年ぶりぐらいに共演させていただいて、またこうやって先輩と同じ現場で、現場に戻ってくることができたこともすごく嬉しかったですし。 新しいあのアンセル君とか笠松さんとかあの菊池さんとも本当にこう改めてこう素敵な方々に尊敬できる方々に出会えたことを本当に嬉しく思いました本当にこの作品に、えー、僕自身も今感謝してますし本当にあの実際にオンエアを見るのが今から楽しみですありがとうございます。 そして、先ほど菊地凛子さんからも、アンセルさんの日本語、現場で本当に頑張っていたというお話がありました。この記者会見でも、このアンセルさんのご挨拶に、驚いた方も多いと思います。そこで、アンセルさんに質問です。日本語が大変お上手ですが、どのようにして、日本語を勉強されたのでしょうか。ありがとうございます。and thank you, rinko.、Um,。yeah, it was a great challenge.、Uh,。I had 最後の先生も。 いますから本間先生という先生です一緒に毎日4時間で勉強してます時々6時間か後で日本日本に住んでから毎日日本人と話しましただから役のためにとってもいい練習だったありがとうございます ね、先生と本当に練習をされて毎日4時間勉強されたということでもう撮影期間終わってさらにまた日本語が上達されているという声もありますよね頭の中に浸透する時間があったんですね <laughs> なるほあと <laughs> で最近もうインタビューのために練習しましたはいありがとうございます そして渡辺謙さんにお伺いいたします渡辺健さんは本作のエグゼクティブプロデューサーでもありますどのような役割を果たされたか教えてくださいあの最初の企画の成り立ちが JT ロイジャスまあこの脚本を書いている方なんですけれども彼がその王様と私のバートレットシャーと仲良しでえーまあバートに JT を紹介されまして えー、そこからの企画の、まあ、立ち上げなので、まあ、エグゼクトプロデューサーとして、えー、参加をするということになりましたただ、まあ、仕事の内容としてはあの基本的にはその脚本が全部英語で書かれてくるのでその日本語訳になった時にあのやっぱり新聞記者の,その分野の言葉も刑事の言葉もヤクザの言葉もそれぞれその 普通に使わなないような言語がたくくさんん出てくるんですね、まあ、それとあとはやっぱりジェネレーションの問題もあるのでそういう中の,その日本語訳のそれぞれ各キャラクターに合ったそのチェックを全編撮影中僕はもう。 あの撮影がなくて夜中の3時ぐらいにメールが来て「えー、と明日までに返してください」みたいな、まあ、そんなような仕事をしながらあー自分の役とも向き合っていましたですからあのアンセルが、えー、日本語をどん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 上達していくのでここは日本語でその片桐とやり取りをしたいんだ OK じゃあとりあえずトライしてみようということでアンセルはまたあのその撮影に向けて準備をして。 リハーサルをしてただやっぱりそのものすごく上達はしたんですけれどもその作品の流れをもしかしたら壊すかもしれないっていうシーンの場合はアンセルごめん・ごマんこれやっぱりもう一回英語に戻そうよっていう話を、まあ、プロデューサーともしながらディレクターともしながらあの本当にこう腹割って、えー、そういう。 行ったり来たり日本語と英語と行ったり来たりをしながらやる撮影をやらせてもらいましたでもこれってすごくリアルなその外国人と日本人がしゃべるときのすごくリアルな雰囲気だったと思うのでそういう意味ではあの彼がもしかしたらこの今後は全部日本語でこのジェイクの役をやるかもしれないという可能性もあるぐらいあのとても頑張って上達をしてくれましたありがとうございます。<laughs> アンセルさんにお伺いします。マイケルマン監督の現場はいかがでしたでしょうか。マイケルマン監督と仕事ができてとっても幸せです。マイケルマン監督は力強い監督です。考えを明確に表現します。時々クルーにはちょっと厳しいですが、みんなその監督とその監督に尊敬しています。 私はいつもマイケルマン監督に信じて信じていました。はい、ありがとうございます。渡辺健さんはいかがでしょうか。マイケルマン監督との現場。あの先ほども話したんですけども、あの本当に大変だったんですよ。もうスタッフ本当と寝る間もないぐらい、あの例えば衣装のフィッティングで決めたことをやっぱりどうしてもセットとこうキャラクターが こう合わないから、もう一回それちょっとやり直そうって言ってセットオンセットで衣装をこうチェンジしたり、まあ、僕の場合はネクタイを変えたりとか、あのプロップもあのいろんな小道具を用意してもらって、その中で現場でチョイスするとか、とにかくスタッフは大変だったと思います。でも僕たちはとにかくそこのそのセットの中にあるものが全部真実なんだっていうことを。 やっぱマイケルが信じさせてくれたので本当にある意味すごく居心地は良かったですし、まあ、押村区は僕は1話のパイロットではあまり多くのシーンがーなかったのでそのマイケル・マンとこうやり合うことが、えー、そんなに数多くなかったのが一番心残りりではあります、はい、マイケル・マン監督第1話の監督を務めておりますのでまずはその第1話楽しみにしていただければという,ふうに思います。 それではここからはマスコミの皆様からの質疑応答に移りたいと思いますえっと渡辺謙さんにお伺いしたいんですけれども、まあ、今回その日米の合作の作品ということで、まあ、これまであのハリウッド作品でも数多く活躍されてこられましたけれどもあのアメリカの,まあそのスタッフおよびキャストの方たちとまあ仕事をしたことで、えー、改めてこう認識したその魅力ですとか ええー、ないしは新しい発見がありましたら、お聞かせください。あの。これも先ほどお話したんですけれども、その。映画。の場合と。まあ、こういうシリーズの。まあ。テレビ作品っていう中でいうと。スケールはほとんど変わらないです。要するに、サイズはテレビサイズなんですけれども、スケールは全く映画と同じぐらい。で、キャストも。 エキストラの数も、えー、クルーの数もかなりかなりというかもうほとんど映画のスケールですただやっぱりあの冒頭にお話ししましたみたいにコロナ禍での撮影だったのでそのプレッシャーっていうのは非常に強くありましたね要するにまああの僕らは、まあ、言ってみればちょっとあの言い方悪いんですけどもかえがないので僕たちが、まあ、コロナにかかってしまうともうその スケールのの作品のあの撮影が止ままってしまうんですよねだからその間本当にこう気をつけましたしい,いつも以上にあの撮影中は誰とも会わなかったりとかそういうことの方が今作では非常に大きなハードルで,で,で逆に言うとそれをきっちりコントロールするあのヘルスデパートメントみたいなのもいましたしそういう中では。 あのまあ、もちろんハリウッドでも今そういうあのデパートメントがきちんと活,あの活動しなければ撮影できないような状況なのでそういうことはあの今までには感じなかった大変さではありましたでもあのいざやっぱり現場に入ればあのやることはそんなに変わりはないのであの非常にやっぱクオリティの高い脚本にしてもそうですし。 あのロケーションのスカウティングにしても、まあ、なかなか東京で撮影をするっていうのはハードルが高いんですよねでもあのそれをやっぱりこうプロダクションがすごくいい場所を見つけて90年代の東京っていうのを描くそういう場所を探してくれたそれもやっぱりあの、まあ、今作のかなりの,あのパワーだっていうふうには思っています。あのエルゴートさんんにお伺いいしたいんですけれども あの実際、1話拝見しましてあの日本語でしゃべるだけじゃなくてあの漢字まで書くあの日本語の新聞社の入社試験ですねそこまでしっかり字まで書くっていうのは本当に驚きましたしすごくあとはあの学生から社会人っていうところ演じる中でそのスクランブル交差点ですとか赤羽の居酒屋ですとかすごく日本の生活、文化ってところまで飛び込んで演じたってことがすごくよく分かって本当に嬉しかったです。 でそういう中でですね、まずどのように感じまでトレーニングしたのか、あとあの、やっぱり日本社会、日本の街ってものをとっても感じる撮影だったと思うんですけども、本当にこの日本人、日本社会、日本の街、文化、まあ、特にかあの歌舞伎町とか含めて、そういういのどう感じましたか Thank you for your kind words.、Um, I, Michael Mann We were in LA first, and we did like a kind of journalism school there. And he put me through a crash course. First, I was doing phone, like calling a private investigator who was pretending to deed different people who I was interviewing. And then eventually, we really went and got a real life at the moment police report, went out into the streets, and r reported on a real story. So I got to feel what it was like to go and say and try to interview someone who says I can't talk about it and then the private investigator would say that's not good enough you got to get that quote go in there and get the quote whatever you got to do so those kind of real immersive experiences made me prepared to play this character so then when I was acting like a like a Shinbun Kisha, I really knew what it felt like and I felt if something felt wrong and then what well, was nice as, as a producer, I could say, you know, hey, I, I think this feels a little wrong, and, and J.T. Rogers, who's our showrunner and scriptwriter, was always very open with sitting down and going over the scripts, and uh, making everything feel real, and as a result, you know, was able to feel very immersive. Um, in terms of, you know, Nihon no bunka, you know, minasan ni hontou Ken-san wa

the cast kind of became my, my, my family. And I felt very at home and I felt very immersed into the Japanese culture. And it was a culture that I already thought was so cool before and had so much interest, but I really grew to love it, love it. And now coming back to Tokyo, it used to feel like, whoa, this is a different world. But now it feels like, you know, Daini no Furusato desu. はいあのご親切なお言葉どうもありがとうございますあのマイケルマンがですねまず L.A. でまあ、ジャーナリスト学校みたいなことをかあのやってくれたんですね短期コースみたいなことをやってくれたんですけども一番最初はあの私立探偵の人に電話をかけてその私立探偵の人がまあ、いろんな人の役をやってくださってでそのいろんな人にインタビューをする訓練というのをしたんですねでその後に実際に街に出て、えー、実際のケースのレポートというものをもらって、えー、街の人にインタビューをして、えー、実際記事を を書くとということをやったんですがなかなかその町の人がインタビューに答えてくれないと何も答えてくれなかったっていうとその私立探偵の人がそれじゃダメだと何でもいいからコメントをもらってこいというようなことを言われてそれで記事を書いたというような経験がありましたので本当にリアルな没入体験をしました。 ですのでそれがあの、まあ、実際に新聞記者の役を演じる時にすごく役に立ったんですね。で何かがおかしいなと感じた時にあの、まあ、プロデューサーとしても、まあ、ちょっとこれおかしいんじゃないかっていうことで、えー、ショーランナーであり脚本家でもある JT ロ,ロジャーズさんにですね話をすると彼は非常にオープンに聞き入れてくれましてじゃあ脚本ちょっと見直そうかというふうに言ってくださったんですね。そそしてののの結果非非常常ににリアルな非常にこうあの臨場感のある 突入感のある ものが出来上がったのではないかと僕としては思っています。そして、えー、あのまあコロナ禍での撮影だったということで、自分自身の家族や、えー、友達を日本に連れてくることができなかったんですね。ですのでここにいらっしゃるキャストの方が自分の家族になったような気がしました。そしてあの日本文化っていうのはもともと興味があったし、とてもクールだなってかっこいいなっていうふうに思っていたんですが、日本で過ごすうちにもっと大好きになりました。日本文化を愛するようになりました。 そして東京は最初に来た時はあなんか全然違う世界だなと思ったんですが撮影を経験して今はさっきっしっ日本語でおっしゃってましたけど第二の故郷と感じています田辺さんにお伺いしたいんですが先ほど東京での撮影は本当に難しいんだということをおっしゃっていました。どういういとところががそののの難ししさなのかあと今後もし東京での撮影が より容易になることがあるのであれば、そのために必要なことはどんなことなのか、あのお考えをお聞かせいただけますでしょうか。あの、まず原則的に許可を取るのが非常に難しいですね。あの、それこそ、まあ、明日の曲という映画の時にも、あの時もプロデューサーをやったんですけれども、あの。隠し。 っていうか許可を得ないで撮ることは、まあ、いくらでもできるんですけれどもやっぱり例えば高速道路であったりとか新宿駅のコンコースであったりとかそういうのもあの映画で初めて許可をちゃんともらって撮影をすることができたんですよでももちろんそれは撮影する時の,そのハードルはレギュレーション高いんですけれどもでもまあやっぱりあの海外で撮影をする時っていうのはそこにちゃんとポリスがあのガードしてくれて。 あの通行人もちょっとこう止めてくれたりとかあちゃんとそのブロックを撮影用に許可をしてくれたり、まあ、今回もそういうことはあのいくつか取れたんですけれどもやっぱりそれを取るためには非常に高いハードルを超えなければいけないんですね。ですからまあやっぱりあの映画、まあ、こういうドラマの撮影っていうものがその大事な文化なんだということをやっぱりまあ行政にもご理解をいただいて。 できるだけそのハードルを下げていただくで僕らもそのルールをちゃんと守るっていうことを、まあ、地道に続けていくしかないのかなっていう気はしてますし、まあ、もしかしたらこの作品が次のハードルをまた少しこう下げてくれる要因になれば嬉しいなというふうに思ってまますすありがとうございます、えー、そろそろお時間ということになってしまいました。 それでは最後にですね。これからご覧になる皆様へのメッセージをお願いいたします。代表してアンセルさん、そして渡辺健さんにメッセージをいただきたいと思います。まずは渡辺健さんからお願いいたします。Oh, first. Sorry. <laughs> あの、まあ。とにかくですね。まあ、今。その。バイオレンスを描くということが。なかなか。その。 地球上で行われることがあまりにも悲惨なことが多いので、えー、なかなか難しい時代ではあると思いますでもその中にあるそれぞれの人間性人間の持っているその過酷さ辛らさ、まあ、喜びも含めてですけれどもそういうものが詰まった作品だというふうには思っています、えーまあ、シリーズの作品ですので一本も見逃さずに えー、それぞれのキャラクターのその裏にあるものをご覧いただけたらまた今までと違うドラマとしてこの東京ワイスというものを受け止めていただけるんじゃないかというふうに思っています、えー、ぜひ、えー、応援していただければと思いますよろしくお願いしますありがとうございますそれでは最後にアンセル・エルゴートさん皆様にメッセージをお願いしますこれは素晴らしい経験でした Making this show and working with this cast, being in Japan. Um, I know in America, all my friends are so jealous that I'm here. Um, and, and they all, you know, everybody loves Japan and America. And I think that this show shows Japan. Tokyo is like a main character. And if you love Japan and you're, you want to really see the. More of Japan than you've seen in anything else before. Please watch this show, Tokyo Vice. Zeki この、えー、テレビ番組を作ること、そしてこのキャストの方々と一緒にお仕事ができたこと、そして日本で過ごしたこと、本当に素晴らしい体験になりました。あの僕のアメリカ人の友人たちがみんなやきもち焼いてるんですね、さっき日本語でおっしゃってましたけど、羨ましいっていう感じで言ってました。で、アメリカの人たち、みんな日本が大好きなんです。ですので、この東京バイス、東京自体が主人公になっていると思いますので、アメリカの人も楽しめると思いますし、えー、日本のいる方、 本当に今までにない見方で日本東京が見れると思いますのでぜひご覧になっていただきたいですありがとうございましたありがとうございました、えー、会見は以上となりますそれでは続いてフォトセッションを行います準備のためキャストの皆様は一旦退場となります盛大な拍手でお送りください